アフリカニスとは、南アフリカ原産の原始的な犬種である。インド原産のパリア犬に似た犬種であるか、パリア犬との遺伝的関係は薄い。犬種名は、アフリカンカニスを縮めたものである。アフリカニスにはとても古い歴史があるが、その起源は不明である。何千年もの歴史を経て、しっかりと固定されていった犬種である。アフリカニスは、多くのアフリカ原産の犬種の先祖にもなり。 時間をかけてゆっくりと改良され、品種化された。アフリカニスは、ハンノラの生活を行っていたが、牧羊牧牛、猟犬、番犬、ペットとしても多彩に働いていた。ところが、南アフリカに、ヨーロッパから移民が入ってくると、野犬として迫害される浮き目にあった時代もあった。ちなみに、そのせいで、アフリカニスと間違えられ、アフリカニスから進化したホッテントッドドッグの、 純血犬の最後の末裔が射殺されてしまうという事件も起きた。現在アフリカニスは大切に保護されていて、原産地では犬種クラブも発足した。そのおかげでこの犬種の知名度も少しずつ上昇していて、スペインやアメリカ合衆国にも輸出されるまでになった。原始的な姿でスラリとしているが、筋肉質で引き締まった体つきをしている。単毛で、 毛色の制限はない。耳も肩の制限がなく、尾は緩い巻き尾や顕微で、飾り毛がある。また、尾の付け根の外側に黒いマーキングがある。体高は50から60センチメートルで、性格は温厚で忠実だが、やや警戒心が強い。身体能力が高く、病気や寄生虫に対する免疫力が高く、かかりやすい遺伝病は特にない。 原産国では生きるための知恵を豊富に持っていると言われている。ごく稀に、リッジバックの個体も存在していて、ホッテントットドッグ及びその子孫である、ローデシアン・リッジバックの先祖であることが伺い知れる。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓約性分動進興者、2007年、ありがとうございます。